同点で迎えた4回、6番ペタジーン。ヤクルト先発石川からセンターバックスクリーンへ勝ち越しホームラン。その裏、上原はノーアウト2塁1塁のピンチを招きます。フォークで空振り三振、6番古田。ここもフォークで空振り三振。さらに7番マーチン、フォークで三振を奪い3者連続三振。左中間を深々と破るタイムリーツーベース。さらにツーアウト後、小久保、打球はセンターへ。ローズが帰ってこれで4点目。この後ペタジーニにもタイムリーが生まれ、さらに7番新岡、得意の右打ちでライトスタンドに第2号ツーランホームラン。ピッチャーの上原も自らレフトへタイムリーヒット。